千駄木駅は東京都文京区千駄木2丁目にある東京地下鉄千代田線の駅である。駅番号は C15。東京都区部のほぼ中心に存する文京区の北東端 JR 東日本山手線の内側に位置している。当駅が所在する千駄木は隣接する谷中、根津と合わせ、メディア等で屋根線と紹介されることが多い。当駅周辺には レトロな建物や歴史的建造物、史跡などが比較的残され、昔の建物をリノベーションした店舗等も増えており、ロンリープラネットなどの海外の旅行ガイドブックにも紹介されていることから観光客の姿を多く見かけるエリアである。短式ホーム一面一線、上下二層構造の地下駅で一番線ホームの下に二番線ホームが設置されている。 開業時からホーム間を結ぶエスカレーターが設置されているが、2014年の駅改良工事で、地上とホームを結ぶエレベーターが設置され、同時にエレベーター専用改札口も設置された。他の東京メトロの駅にあるエレベーター、専用改札口とは違い、当駅は地上に設置されており、自動券売機や自動生産機も設置されている。 2018年10月27日より、スイッチ制作の発車メロディを使用している。曲は1番線が、レトロアーバン、2番線が、古きを訪ねてである。2020年度の1日平均乗降人員は2万1318人で、あり、東京メトロ全130駅中112位であった。近年の1日平均乗降、乗車人員推移は、下評の通り、 シノバズ通りと東京都道452号線の交差点である団子坂下付近にある団子坂下が最寄りバス停留所となる。東京都交通局により運行されると A バスの以下の路線バスが発着する。また、文京区と台東区のコミュニティバスが仙台駅停留所から利用できる。ありがとうございます。